続いての模擬レースは芝 1800m で行われます。夜の雨により荒れた馬場、どんなレース展開が待っているのでしょうか。1、2、3、4、2、3、どうやら積もり積もっていたタンホイズさんも意外とやるところが徐々に浸透してきているようですね。マチタン頑張れ。ハンラーすごいぜ。よし頑張るぞ。絶対勝つ。日本のブルボン、5馬身、6馬身、7馬身のリード。2番手争いは大混戦です。先頭は日本のブルボン、圧勝ゴールイン。マチタン思ったよりもなんか見せ場がないまま終わっちゃったね。まだまだだったみたいです。ちょっとターフに足取られちゃったかな。やっぱり筋力が足りてませんでした。なんだか お腹空いちゃいました。ちょっと食堂行ってきます。うふん、何食べようかな。今日はオードの気分だな。なんだかぼんやりしてます。悩む？何にですか？あ、なるほど。そうですね、もちろん負けてがっかりはしたんですけど、でもそれって今力が足りてないだけなので、だからもう悩んではいないですね。これからの自主トレの内容を練り直そっかなーとは思ってますけど。この人参美味しい。あー、わかるわかる。あ、みんなで、わかるって何が？あんたのトレーナーさんの気持ち、なんでこんなに普通なんだって思ったでしょ。タンホイザって他の子がピリついたりプレッシャーに蹴押されたりするって時でも普通に平常心なんですよ。たとえ期待した結果が得られずとも泣きません。前向きなんです。トレーニング中そういった側面が垣間見えませんでしたか。大丈夫大丈夫、ちょっと足がガクガクするだけ。やっぱりまだまだだな。いやいや、ラスト 300m くらいまではついていってたじゃん。十分すごいよ。そんなわけにゃ。そこはなんとか。もう20分近く経つよね。あんなにずっと追いかけられたら私なら相当追い詰められるけどな。結構すごいことなんだけど、あんまり気づかれないんだよね。本人もよく分かってないし。え？今もしかして褒められてる？こんな子ですが、タンホイズさんのことよろしくお願いしますね。おお、
なんだか私のご両親みたいだね。